ニュージーランドポストはニュージーランドの郵便事業者。ニュージーランドポスト社の郵便ポストデビットロン2政権で推し進めたれたロジャーノミクスにより郵便電信省の独占事業を廃止し新規に誕生した郵便事業者。郵便電信省が所管していた通信事業は民営化されてレコムニュージーランドとなりアメリカ合衆国資本のベルアトランティック社とアメリテック社に売却された。 郵便銀行は、オーストラリア資本のオーストラリアニュージーランド銀行グループへ売却され、郵便事業は、郵便サービス法1987により、公社化され、ニュージーランドポストとして誕生。郵便局と業務提携した郵便窓口にて、郵便サービスの提供のほか、2002年からは、キーウィ銀行を開業し、銀行業務と金融サービスの提供を開始した。 1987年以降はニュージーランド政府100%資本の認可法人であり、優勢民営化の成功事例として紹介されることが多いが、完全民営化はしていない。業務上の最高責任者は CEO が務め、現在の CEO はブライアン・ローキ。法人としての最高責任者は会長が務め、現在の会長はマイケル・カレン。 業務の監視と CEO の選任は、理事会が行い会長、副会長以下8名の理事が務める。ありがとうございます。